こんにちは、チョータケロスです。発売日に買って、7月13日木曜日、やっとでクリアしました。プレイ時間70時間、ゲーム進行度 100%、クエストを全部クリアして、モブハント狩りも全部クリアして、今回簡単だった FF、なんかね、俺攻略サイトとか一切見なかった。もうね、モブハントもね、もう地図見て必死に歩き回って、クリアしたし、今回の FF は本当、俺どっちかっていうと本当簡単だったわ。俺 FF13 とかさ、本当難しかったのよ。あれ FF13 とかあるから難しいのかなと思ってたんだけど、FF13 よりは簡単だったわ。俺感動したシーンはね、あのイフリーとフェニックス、バハムートの三大召喚獣が協力して戦うの、あれかっこよかった。 HP の上にさ、あのイフリート、バハムート、フェニックス、あれがすっごいか、なんか妙にかっこよ、かっこいい名前っていうかさ、あれ好きだったな。ですね。こんな感じですね。こんな感じか。俺最初はね、イフリート、バハムート、ラムだった。ラム使ってた。だったな。ガルーダより俺ラムーの方が役に立ったっていうかさ、ラムージャスティスはさ、これバハムートのさ、あれもそうだけどさ、チャージタイプってさ、敵に襲われやすいから俺一切使わなかったもん。バハムートなんか間違ってさ入力すれば空飛んじゃうじゃん。空飛んでチャージだったから俺使わなかったわ。サンダーストーム、使ってたな。あとこれさばきの、これ役に立ったわ。さばきの紙イカツチ、タイタンを、俺どうしてもタイタン、あいつ思い出すからさ、あいつが嫌いだったからさ、俺タイタン使わなかったんだわ。タイタンは本当に一切使わなかった。あいつのイメージがどうしてもあって、バハムート、このバハムートウィング、俺さ間違ってコマンド入れてさ空中に飛ぶじゃん。その間敵に攻撃されるから嫌だったん、使わなかったもんこれ。フレアブレス、使ってたな。でもね、ギガフレアに比べたらね、はっきり言って劣化版だと思う、このブレスは。まだね、あのこのギガフレアの方がすごい役に立った。ギガフレアかっこいいわ。これは使わなかったな、このサテライトと、インパルスも使わなかったな。後半戦はね、もうね、イフリート、バハムート、シバーにしたのは単に、あのクライブの恋人だから使ってたっていうか、シバースナップ、ほとんどダイヤモンドダストと、ダイヤモンドダストと、
ブリザガ？あれ使ってたわ。あれなんだな。こんな感じですかね。うん。装備はこれでしょ。うん、こんな感じかな。うん。うん、こんな感じだな。うん。俺天聖の炎をあのガンダムウィングガンダムのなんかあれに似てて、俺しょっちゅうウィングガンダムって叫んでたわ。うん。やっぱ感動したのはさ、あのネタバレだから見ない聞かないでほしいんですけど、うん、バハムート、あ、イフリート、バハムート、うん、フェニックスのあの、うん、3人が協力して戦うあれ好きだったわ。うん、あのヒットポイントの上に、うん、イフリート、うん、フェニックス、バハムート、あの名前がすっごいかっこよかったわ。うん、あの三大召喚獣の名前をこうヒットポイントの上に、うん、載せてあるのがなんかかっこよかった。あの呼び方がかっこよかった。ご視聴ありがとうございました。